半落ちの笹部監督最新作は愛と悲しみに満ちたミステリー。このミステリーがすごいにもランキングされた原作をヒットメーカーチョン・ウィシンが脚本化。日本映画界を代表する実力派のスタッフキャストのコラボレーションが実現。ドラマ W 最新作心の砕ける音運命の女。この番組では一足お先にその魅力を存分にお届けいたします。とある小さな港町にどこか影のある美しい女性サキがやってきた。これこれ。事情はわからない。しかし何か訳があることだけは誰しにも悟られてしまう謎の女だった。なんか特別な事情あるんですかね。どうせ長いしないよ。名前は。そんな彼女に一目惚れしてしまう一人の男陽介はサキを運命の女と思い追い続ける。クリスマスに一人はつまらんやろ。親父、紹介する。こちら水原サキさん。親父です。弟の康介も妻子を持つ身でありながら次第に彼女に惹かれていく。それぞれの思いが交錯する中、陽介は咲へのプロポーズを決断した日に殺されてしまう。あの女探すがお前の仕事じゃないがいに。兄さん、最後まで彼女のこと。行方をくらましたサキ。康介は一人東京へ彼女を追うが、サキの驚くべき過去を知ることになるのだった。撮影は石川県を中心にオールロケで行われました。これはオープニングシーン。運命の女水原サキが舞台となる街に現れる印象的なシーンです。主役を演ずるのは鈴木京香。過去にある事情を持つ数奇なヒロインを見事に演じ切りました。永井康介役の吉岡秀隆です、ね、運命の女に惹かれていく永井康介を演ずるのは吉岡秀隆。笹部監督とは北の国から以来の周知の中、今回も息の合ったところを現場で見せていました。康介の兄陽介を演ずるのは香川照之。満を持してドラマ W に登場です。なんとなくその兄弟の役割っていうか、吉岡君演じる康介との分担がすごい対照的な感じになってるんで、まあ大雑把な感じでいいんじゃないかなと思って、まあ、あとはもうだからその時々のなんかこうさじ加減だけっていうか、うん。監督笹部清。2004年公開の半落ちが大ヒット。数々の賞に輝きました。負荷をかけないっていうかな、なんか自由に息をできるスペースみたいのも与えてくれる感じがして、非常に映画的なこう空気のこう押し広げる感じがうまい人だなと思いますね。脚本は話題作を多く手掛けるチョン・ウィシンが担当。物語に厚みを加えます。台本がまずいい、あのチョン・ウィシンさんのいい本だから、それで監督も笹部監督だし、安心してなんか台本通りにやれる、なんかいい作だな、とてもいいドラマになるんだろうなと思いながら。映画を彷彿とさせるスタッフ、キャスト、そしてテーマ、スタイル、スケール。ドラマ W だから映像化が実現したと言えるでしょう。ワウワウがドラマをやってるんだっていうイメージっていうの、それで監督も笹部監督だったり映画の匂いっていうのをこう伝えられるスペースがあると思うんですよ。だからすごくワウワウのドラマが定着するっていうのは非常に僕としてはなんかいいなと思うんですけど、やったことないのですごく助かりますよね。ワウワウの画面だとやっぱ横に広いあのテレビフレームじゃないですから、このサイズで手までこう入ることで伝わるものとかってあったりして、それをやらさせてもらったってことは助かったし、でもそうじゃなきゃ
ひょっとしたらオファー、俺の仕事をこのオファーを受けてなかったかなっていう気もしますし、自分がいつも映画の現場にスッと行くように同じ肩の力をふっと抜けていけたなっていう気がしますね。水原咲役、鈴木京香さん、全撮影終了になります。ありがとうございました。お疲れ様でした。本当に現場がアットホームでしたね。だから楽しかったし、やっぱり監督の人柄だと思うんだけど、心洗われる現場だと思いますよ。笹部組でこうやって時間過ごせてよかったなと思えるような感じでした。